はい、どうも、てるでございます。ちょっとね、久々の解説になってしまうんですけども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。もうね、外めちゃめちゃ暑いんでね、こんなね暑い日こそね、部屋にこもってですね、ギターの練習がねめちゃめちゃいいんじゃないですか。そしてね、今現在はですね、パリオリンピックがね開催されておりますので、全ての項目においてですね、金メダル級のねギタリストであるガスリー・ゴーバーさんのねギターソロを解説したいと思います。で、まあ、そのね、曲なんですけれどもね、前回ね、僕が演奏しましたね、ガスリー・ゴーバーさんがね、ラリー・カールトンさんを意識して弾くっていうね、ギターソロをね、コピーしたんですけども、そちらのね、解説をしたいと思います。なんかね、ゆっくり解析するとね、なんか、すごい難しい弾き方とかね、してたりしますのでね、なるべくね、弾きやすいようにね、まあ、本人のね、弾き方もちょこちょこ喋りながらね、僕がね、攻略した弾き方をね、今回はご紹介したいなと思いますのでね、何かね、参考になれば幸いでございます。で、今回のですね、使用機材なんですけれども、いつもね、アンプリチューブ5なんですけれども、今回はね、IK マルチメディアのね、トーン X っていうね、プラグインがありまして、そちらのですね、なんか適当にわーってね、ダンブル系のね、アンプをね、選択して今回はね、演奏しております。で、ディレイとリバーブはね、また別のパソコンのね、プラグインのソフトをね、使用しております。まあ、このね、ギターソロをね、練習することによりですね、ありとあらゆるね、フレーズが弾けるようになると思いますのでね、この夏にですね、テクニカルなね、ギターソロに挑戦してみるのもいいのではないでしょうか。ということでね、早速解説の方に行ってまいりたいと思います。レッツゴー。さあ、それでは解説を始めていきたいと思います。今回はね、スペシャル難しいんでね、まあ、ある程度ギターがね、弾ける方をね、対象にね、やっておりますのでね、なんか基本的なことはね、ちょっと飛ばしてしまう可能性がね、大いにあると思いますので、もしね、このガスリー・ゴーバーを見てギターを始めたいと思ってギターを買ったんですけどって方はね、ちょっとね、不親切なね、解説になってしまうとは思うんですけれども、まあ、とりあえずね、最初からいきますね。で、いきなりですね、このクって入ってるんですけれども、なんかクって入ってるとね、なんかアップでね、弾きたくなりますけどね、最初ね。こんな感じで弾きたくなると思いますけれども、なんでここがね、とまあこんな感じでね、ちょっとね、緩やかめのね、ビブラートかけまして。とまあここでね、てーててってね、これね、またね、ガスリーゴーバーさんはね、この急譜とね、ビブラートのかけ方が恐ろしいのでね。で、ここがね、とまあこんな感じでね、いく感じですね。次がですね、この、とまあね、こんな感じになるんですけれどもね。この最後はね、小指薬指で。こんな感じでね、弾いてましたけれども。まあ、ある程度ね、ガスリー・ゴーバーさんの弾き方を参考にはしておりますが、この、左手とね、右手がやっぱちょっと異次元な方ですので、ちょっとね、僕が弾きやすいように弾き方はね、変えておりますので、僕とね、同じような感じでね、弾くとね、同じようなところまではね、弾けるとは思いますのでね。まあ、後にね、なんか運指とかもね、ちょっとこれはね、きついよね、みたいなね、ところもね、なるべくね、僕でも弾きやすくなっておりますので、皆さんもね、こっちでやった方がもしかしたら弾きやすいのかもしれないですけれども、で、その次はね、ミニスイープがありましてね。こんな感じでね、ここもね、ガスリー・ゴーバンさんはね、このね、最後がね、この4小節目、この4拍目をね、こんな感じのね、運指で弾いてたんですけども、薬指からね、この人差し指でね、幅結構広いんでね、ここがね、こんな感じでね、こっちの方が弾きやすいと思いますんでね、8分9分休んで、まあ、こんな感じになりましてね。で、その次が、とね、こんな感じになるんですけれども、ここもね、結構早めのビブラートがね、かけておりましてね、こんな感じでね、弾いておりましたね。で、このね、スタッカートでね、バチッと止めるところと止めないところとね、パキッと演奏しないと、ちょっとね、なんか、こうなるとね、ちょっと違いますんでね。まあ、オーバーにやると、まあ、こんな感じでね、ダイナミクスをね、つけて弾いていただくという感じですかね。で、その次がですね、とね、最初にね、このミュートのね、音を入れまして。と、まあ、こうなるんですけども、2のところをね、ダウンで弾いてましたんで、けど僕はね、ちょっとノリでね、このデモ演奏の時は多分アップで弾いてると思うんですけども、これね。
とね、まあ、ガスリーゴーバーさんはね、こうダウンで引いてましたけれども、けどね、こういうね、細かい話をしすぎるとね、ちょっとめちゃめちゃ長くなっちゃいますんで、ちょっと飛ばしますね。で、これでね、すぐ上げて、すぐ止める感じですね。とね、行く感じなんですけれども。で、このね、2弦の11のね、チョーキングなんですけれどもね、ここがね、ドゥーっていうね、もうマリオのゴールした時の音みたいなね、なんか、こんな感じじゃなくてね、これね、ドゥーって上がるね。こういうね、チョーキングが出てきますんでね。あんまりこういうね、チョーキング出てこないんでね。これもね、得得しとくとね、美味しいのではないでしょうか。で、その次が2弦のね、15。アップした状態でチョーキングしてダウンすると。こんな感じでね。ここもね、早めのビブラートとサッスパッとね、弾く感じでね。もう、ダラダラ弾くとね。こんな感じになるとね、ちょっとダサくなっちゃいますんでね。でね、こっからまたね、リズムがね、トリッキーになるんですけれども。とね、まあこんな感じになるんですけどもね、ここもね、一応ね、譜面には書いておりますが、止めて、で、ここもね、ちょっとちょっとだけね、チョーキングしてフレーズをね、弾いてるんですよね。で、その次も出てくるんですけどもね。こんな感じでね。これがないとね。というね、なんか味気ない感じになってしまいますので。ここら辺がね、ガスリー・ゴーバンさんのね、このニュアンスのね、恐ろしいところなんですけれどもね。あ、そうそうそう。そしてですね、その前のね、この、ここなんですけどね、ここね、最初ね、この11弦の12の音がね、ちょっと隠れてるっぽいんで、こんな感じでね、ちょっとだけ12の音をね、入れてあげると、近くなりますんでね。で、こんな感じでね、こういうね、ニュアンスがね、非常にね、難しいんですよね。なんで、その次がね、ちょっと、16音符のね、早いフレーズが来るんですけども、そのまま弾けばいい感じですので、ガスリー合板みたいなね、感じになるんですけれどもね、その前のね、なんかこの、スタッカートとかね、微妙なチョーキングとか、そっちの方がね、やっぱね、難しく僕は感じますけれどもね。で、その次はね、一泊休みまして、まあちょっとね、前半全部ピッキングしちゃいましたけれども、まあこういうね、フレーズになっておりますが、ここはね、ちょっとね、入り組んだね、フレーズになっておりますので、ただそんなにね、さっきのニュアンス地獄よりは簡単だと思いますのでね。なんでもう一回弾いていきますよ。とまあこうなるんですけれどもね。でね、このね、最後のね、4拍目のね、このね、ここもね、ガスリー・ゴーバンさんはね、これね、小指とね、中指でね、弾いてましたから。なんでもう本当に指が完全に独立されているんですねって感じですけれどもね。で、その次がですね、スイープのフレーズになっておりまして、ここもね、結構難しいんですけれども、このちょっと裏からね、入りましてね。2拍目のね、ちょっとややこしいところでね、この6連のね、3個目から入ってる感じなんですけども、なんでね、ちょっとややこしいところから入りまして、なんかまぁちょっと食ってるイメージですよね。タン、タラタタ、チャン、チャン、タン、タタカタ。こんな感じでね。なんでちょっとゆっくり弾きますと。こんな感じになるんですよね。で、まあ、ここはね、スイープですのでね、この右手がね、ストンストンストンって。右手はね、こんな感じで行くんですが、ちょっとね、リズムがね、複雑なだけですのでね。なので、ね、ここがね、
こんな感じでね、スイープしてね、行くんですけれどもね。で、5連符とかもね、あるんですけれどもね、次の小節をね、こう、タカタタタ、ここにね、合わさってくればね、ぽく聞こえますのでね。なんでね、まあ、ゆっくりね、弾くとね、こんな感じですけれどもね。でね、次の小節のね、ここはね、このね、一弦の8。ここはね、ピッキングがね、結構早くて、パパって飛びますんでね、こういう時はね、僕はね、チキンピッキング、こう中指でね、こう弾いちゃったりしたらね、かなり簡単に弾けますので、これおすすめですね。まあ、とは言いつつ、やっぱちょっとね、リズムがね、ちょっとわかりにくいとあれですので、今回はですね、クリックをね、用意しましたんで、クリックを聞きながらね、ゆっくりのね、リズムをね、感じていただければと思うんですが、ではね、4カウント経ちましたらね、3弦の12からね、弾きますね。とね、こんな感じになりますね。なんで、これ5連符とかありますけれどもね、そこはね、意識せずにね、こう流れるように弾くことだけはね、意識しまして、で、次の小節のね、これにね、合っていけば綺麗になると思いますんでね。で、僕は今ちょっとね、チキンピッキングの方を使ってね、この、こう弾きましたけれどもね。で、次がね、また一拍休みまして。と、まあ、こんな感じになるんですけどもね。ここもね、僕が残してるメモによりますとですね、このね、ここがね、しっかりとね、4弦の10かなーみたいなね、なんか、こんな感じにもね、聞こえないこともないのでね、まあちょっと聞き取りにくいなってとこなんでね、僕はね、この、こっちでね、多分弾いてると思うんですけどもね。で、ここもね、この2弦の11がね、こんなにちょっと溜める感じだね。とは言いましてもね、テンポが結構早いのでね、そんなに溜めてる感じでもないですけれども、なんかニュアンスとしてはね、ちょっと溜めてる感じで。こんな感じでね。とまあ来ましてね。で、次もね、歯切れよく。こんな感じでね、弾くと。次はね、またちょっとね、譜面見てわかると思うんですけれども、ちょっとだけね、クッて入ってるんですけれども、ここね、7フレット、3弦のね、これね、チョーキングした状態で弾いてダウンさせると。こんな感じでね。こんな感じね。で、ここもね、ピッキングはね、なるべくこのね、アウトサイドで攻めてあげれるようなね、ピッキングパターンにしてあげると弾きやすいのでね。なんで僕はですね、こんな感じでね、ここもアップでね、弾いちゃってますね。これがね、アウトサイドにするとね、後々のフレーズがね、ちょっと辻褄が合わなくなってしまうような感じですとね、普通にね、言っちゃうんですけれども、ただね、このガスリー・ゴーバンさんはね、もうそういうの問答無用でね、ピッキングをね、もうがっつり、もういかなるとこでもね、ピッキングパターン変えてきますんでね、そこがね、恐ろしいとこなんですけれども、で、その次が、と、まあ、こうなるんですけども、ここもね、ガスリー・ゴーバンさんはね、こんな感じでね、スライドでね、言ってたようなね、気がするんですけどね、ちょっと、ここメモを書いてなかったんで、なんかね、こんな感じで弾いてたと思うんですけどもね。で、その前と繋げますとね、こんな感じになりますんでね、ちょっと高速でスライドしないといけないんですけどもね。こんな感じでね。と、まあ、こんな感じでね、僕は攻略しました。で、その次がですね、普通のね、オルタネイトで弾いてもいいんですけれども、ここはね、ガスリー・ゴーバンさんもね、このアップから弾いてね、ここはね、エコノミーピッキングみたいな感じで弾いてましたので、僕もね、それを採用させていただきましたので、普通だったらね、このダウンアップでね、こう行きそうなもんですけれども、これアップで、アップ、ダウン、ダウン、アップですね。こんな感じでね。なんで、エコノミーピッキングですので、ダウンダウンの時に、この、このダウンの時にね、こんな感じで弾くんじゃなくて、ストンストンとね、スイープと同じ要領で。そうしますとね。こんな感じでね、滑らかにね、弾くことができますのでね。で、その後もね、ダウンアップダウンダウンアップダウンでね。
こんな感じで、攻めていく感じですね。なんでまあエコノミーというね、名の通りですね。まあ普通のね、このこれだとね、結構大変なんでね、エコノミーすることによってね、かなり早く弾けるようになりますので、ちょっとね練習してみてもいいのではないでしょうかね。ね、こんな感じでね、軽々とパワーをね、使わずに、ドゥク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 いけますんでね。で、その後がですね、こうスライドして11フレットね、1弦のね、ここをね、チョーキングしていくんですけども。とね、行くんですけども、このチョーキングはね、1回目はね、普通のチョーキングなんですけども、次がね、クォーターチョーキングみたいな感じで。っていうね、この微妙なね、ニュアンスがね、めちゃめちゃかっこいいんでね、ぜひね、得得してもらいたいところなんですけれども、ここがね、早いんでね、あれですけれどもね。で、そのね、最後のね、で、このね、2弦の11をね、ダウンで弾くことによりですね、その次がアウトサイドピッキングでね、弾けるようになりますので、とまあこんな感じでね、いけるんですが、僕はですね、実際演奏したやつだと、ちょっとね、もうチキンピッキングでね、弾いちゃってるんですけども、チキンピッキングの方がね、楽なんでね、こんな感じでね、この中指で弾いて弾くと、そうするとね、楽に弾けるようになりますのでね、ぜひね、このね、チキンピッキングはね、得してもらいたいところなんですけれども、このね、チキンピッキングについてはですね、僕のね、この爪の削り方とかね、いろいろね、解説してる動画がありますのでね、概要欄の方に載せておきますんでね、ぜひそちらもね、見ていただけたら幸いでございます。で、まあ、ここのフレーズ自体はね、もうずっと16部なんでね、ただこのね、なんかスライドがあって、なんかね、この弦飛びがあったりのね、フレーズになりますんで、ちょっと大変なところではありますけれどもね。で、その次行きますと、とまあこんな感じにね、なるんですけれども、なんかね、ここもね、3拍目のね、こんな感じでね、僕は譜面書いておりますけれども、動画を見るとなんかね、テケテケみたいな感じでね、指が動いてるんですけども、なんか音にはね、なんかテケテケって入ってない気がするんですけどね、こんな感じでね、なんかね、弾いてるような感じですけども、僕の耳にはね、こんな感じ聞こえましたので、こっちを採用しておりますが、で、その次がとね、なっておりまして、普通に僕はオルタネイトでね、弾きましたけれども、ここが、とまあね、こんな感じなんですけども、で、こっからね、ちょっとね、リズミカルなフレーズになるんですけども、歯切れよくね、ぜひ弾いてもらいたいんですけども、結構ね、ピッキングがね、強めなんかなーって感じでね、で、このピックでね、ちょっと止めながら弾くみたいなね、このね、こんな感じでね、今大げさにやりましたけれども、これがね、弱めのピッキングでね、のべって弾いてしまうとですね、みたいなね、感じになってしまいますのでね、なるべくね、このリズミカルにね、テケテケテケテみたいなね、気持ちよくなるように。みたいなね、感じでね、弾いてあげるとね、これね、ノリがね、出ますんでね。前の小説のね、3拍目からちょっとまた弾きますけども。とまあね、こんな感じになりますね。でね、この最後のね、この、ここなんですけどもね、僕はね、ちょっとスライドじゃなくてね、もう普通に、このプリングでね、多分弾いちゃったかもしれないですけどもね。で、ここのね、ここもね、なるべく早めのビブラでかけてあげると。で、次はね、また裏から。とまあね、1音半のね、長筋が出てきますんでね。ここもね、結構パワーがいりますけれどもね。で、その次にね、まためちゃめちゃ早いフレーズがね、来ましてね、一拍休みまして。で、ここはね、このハンマリング使ってね、この、こう行くんじゃなくてね、このアップでね、こう行く感じですね。で、ここね、7連符とかね、ちょっとややこしいことになっておりますが、ここはね、2拍なんでね、2拍に思い切ってね、ガツンとね、なんとか詰め込んでいただきたいって感じなんですけどね。だからゆっくり聞くとね、なんかこんな感じなんですけれども、ここが7連符でどうだらーとかね、多分考えてないと思いますんでね。ちょっとまあゆっくりめに弾きますと、
とまあね、こんな感じになりますんでね。なんでこれをね、ものすごく早く弾くだけですので、ね。こんな感じでね。こんな感じでね、高速で弾くんですけどもね。ここね、ハンマリングプリングとか書いてありますけどもね、僕のノリとしてはね、フルピッキングしてるみたいなね、感じで弾いてますかね。これがね。まあこんな感じでね、ドゥーってね、フルピッキングしてる感じでね、弾いてあげるとね、こうハンマリングプリングが成功せずとも、こうね、音が鳴りますんでね。で、その次はね、22フレットまで飛んでね、チョーキングするんですけども、これもね、ガスリーゴーバーさんね、もうよーくやるんですけどもね、急にビューンと飛んでチョーキングするみたいなね、これやるんですけども、あの仙人ですと、なんかもうどこでもね、ビビュって行く、感じですけれども、まだまだ僕は1000人のね、息には達しておりませんので、こういう時はですね、この、っていう風にね、今このフレーズ弾いてるじゃないですか。そしてね、このフレーズを弾いてる時に皆さんどうですか？ここのね、ここら辺を見てませんか？なんでね、もうここら辺はね、もう別に動かないのでね、こういうのね、一瞬見て、このフレーズをずっと弾いてる時にはですね、僕はもうずっと22フレットをね、見てる感じなんですよね。なんでここの、もうこういうのを弾いてる時にもうすでに22フレットを見ておくと。そうするとね、まだね、この22フレットを先に見てますんでね、なんとかミスらないようにね、ビュンって飛ぶフレーズなんですけどもね、もしガスリーゴーバンさんがね、これアドリブでね、ビュッてやってるとしたらですね、どういう感じでね、イメージしてね、弾いてるのかっていうのはね、ぜひ聞いてみたいところではございますけれどもね。なんで、とまあこんな感じで行きまして、この後もねリズムとねチョーキングのテクニックが効いておりましてね、ちょっと22フレットのね、チョーキングから弾きますね。とまあね、こんな感じでね、ちょっと最後ピキってなりましたけれどもね、続けて解説しますが、ちょっとね指のね運指がねちょっとねややこしいんですけれどもね、このとまあね、こんな感じになりまして、チョークダウンね、フレーズだったりですね、こういうのが来ましてね、このテケ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 ってね、こう縦のね、ラインじゃなくてね、この横のね、ラインでのね、ちょっと加工したりのフレーズが来ますんでね、こういうね、移動もね、慣れておくとね、後々いろんなフレーズね、弾けるようになりますんでね。なんでもう一回ちょっと弾いておきますと、とまあね、行く感じなんですけれども。で、ここはね、なんかアウトサイドで弾きたくなりますけれども、結構長めにね、オルタネイトでね、いろんなポジション弾きますんで、こういう時はね、僕はですね、このアップダウン、アップダウンって弾いてると、ちょっとね、リズムとつじつまがなかなか合いにくくなってしまいますので、ここはね、僕はね、このオルタネイトでね、ダウン、アップ、ダウン、アップで弾いちゃうんですけれども。なんで、こっから弾きますと、とまあね、こんな感じになるんですけどもね、途中でね、チョーキングが入ったりとかですね、こう下がっていったところでですね、この、こんなね、感じになるんですけども、ガスリーゴーバンさんはね、ここね、薬指だけで、こんな感じでね、言ってたんですけども、これをね、あの高速で弾くとね、ててててっていうのがね、ちょこちょこね、ミスりましたので、僕はもう小指でね、これでやると絶対にミスんないんでね、こっちで僕は弾いておりますけれどもね、こっからもね、ピッキングアタックがね、結構カツカツカツっと入ってまして、で最後ら辺でね、ちょっとピッキングハーモニクス気味にねなってるとこがありましたんでね、最後ら辺はね、ちょっとピッキングハーモニクス気味でね弾いてあげるとねぽくなりますんでね、この今まあちょっとね、最後はちょっとミスりましたけれどもね、ちゃ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 っとね、こうかっこいい感じでね、なんかね、優しい感じのね、ピッキングだとね、あの感じにはなりませんのでね。でまあ今回ね、この曲に関してはね、ゲインがね、ちょっとね、割と低めのオーバードライブみたいなね、感じで、しかもフロントで弾いておりますんでね、結構ね、ピッキングニュアンスがね、出やすいと思いますんで、まあどこを基準にして強いか弱いかとはね、ちょっとね、わかりにくいんですけども、まあ僕の感覚では強めっていう感じでね、まあ実際ね、この音に近くなるようにね、ピッキングしていただければいいと思うんですけれどもね。なんでね、ここがね、ちょっと大変なところではね、ございますけれども。ね、こんな感じでね、ゲゲゲゲゲゲっとね、弾いていただければね、近くなると思いますんでね。で、次もね、またね、先ほどとね、同じようなね、リズミカルなね、フレーズがやってまいりまして。
とね、こうリズミカルなねフレーズが来ますんでね、ここもダラダラダラってならない感じの方が近くなるんじゃないかなとは思いますけれどもね。なんでまあここもね歯切れよく。歯切れよくね、弾いてあげると近くなるのかなと思いますけれども。で、その次がですね、また6連符でね、めちゃめちゃ早いフレーズがやってくるんですけれどもね。まあ、デモ演奏をしたんですけれどもね、かなりいろんなフレーズを弾いてきて最後にこれが来ますんでね、かなり大変なところなんですけれどもね。このね、一拍目はこのね、とまあこのね2弦の4フレットなんですが、でその次がね、ちょっとね聞き取りにくかったんですよね。なんでゆっくり聞くとね、なんかね、こんな感じのね音に聞こえたんですけれどもね。なんでその次のね、こっちに向かう感じのねフレーズだったんですけれども、なんかまあ譜面に書くとしたらどうしようかなーみたいなね感じでね、この次のフレーズとね似たような感じのねフレーズにちょっと改良しておりますけれども、本当はねなんかね、なんかこんな感じでね登っていくフレーズなんですけれどもね。なんでね今回はね、こうだった場合という感じでね仮定して聞かせていただきますが、でね、動画をね見ていただけたらねわかると思うんですけども、僕はここねもうエコノミーピッキングでね、ちょっと弾かせていただきました。はい。なのでね、ここがね、という感じでね弾かせていただいたんですけれども、なんでここがね、これがねダウンダウンアップアップで、次ね、アップできましたんで、こんな感じでね、ダウン、アップ、アップ、ダウン、ダウンと。こんな感じでね、そうするともう次からね、アップ、アップ、ダウン、ダウン、アップ、アップ、ダウン、ダウンでいきますんで。こんな感じでね、ただね、ガスリー・ゴーバンさんはね、多分ね、こうゆっくり見ると、カン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 、タタ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 ってね、こんな感じで右手が見えましたんで、多分ね、こうやって弾いてんじゃないかなとは思うんですけどもね。ダウン。プリング。で、ここアップ。で、次ダウンで。で、ハンマリングして、アップで弾くと。なんで、まあこれをね、弾きますとね。こういうね、ピッキングパターンで弾いてんじゃないかなとは思いますけどもね。こんな感じでね弾いてるとは思うんですけどもね、とりあえずまあ6連でめちゃめちゃ早いんでね、とりあえずはこれをねこのスピードで弾けるのがね、前提の話になってきますんで、まあ最初はねこのねっていうね、練習をしていただく感じなんですけれども、はい、そこでですね、今このねデレ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 やりましたけれども、皆さんね、これ一緒に見ながら練習している方ですね。まさか、ここを見ながら、これをフレーズ弾いてないですよね。もう、これを弾いてるときは、もう次のポジションのところを見ておくというね、先ほどとね、一緒でございますね。そうするとね、次のところをもう見ながらね、いけますんで、で、最後はね、このね、めちゃめちゃ上のね、22フレットチョーキングのとなっておりますが、22でね、1音半だとね、かなりきついんでね、ちょっと申し訳ないんですけども、僕はね、24フレットのギターを使っておりますので、なんで23フレットをね、僕はね、チョーキングするというね、ちょっとズルをしてるんですけども、なんでね、これでね、23フレットチョーキングして、こういう感じでね、ちょっとズルしちゃってるんですけども、22フレットのね、ギターをお持ちの方はちょっとね、もうガスリゴマさんもね、22フレットをチョーキングしてるんですけどもね、かなりきついんでね。ね、もう僕の力ではもう今、上がりません。こんな感じになってしまいますんでね。なんでこのギターはね、1046なんですけどもね、ちょっとあまりにもやりすぎると手痛くなっちゃいますんでね、バシバシ、弾く方はですね、なるべく0942とかね、細いの使った方がいいと思いますけれどもね、ガスリー・ゴーマンさんみたいにね、ちょっともう、何ですか、もう肉体がね、ちょっと異次元でね、ほぼ毎日ギター弾きまくってますせ、みたいな感じだとね、いいのかもしれないですけれども、まあ、そんなにね、練習時間も取れないよって方はね、まあ、あんまり無理をするとね、僕もね、指を痛めた経験がありますんでね、そこはね、ちょっと要注意っていうところなんですけどもね。あとは早く弾くコツとしてはですね、そうだな、このね、このゆっくり弾くときこそね、かなり神経をね、集中
してね、弾いてもらいたいんですけども、なんで、もうめっちゃ早く弾くときはね、もう脳で弾くというよりも、感覚で弾くっていう方がね、僕のね、なんか感覚なんですけれどもね。で、まあ早く弾くときはもう早く弾くしかないんですけども、このね、ゆっくり弾くときにどう意識を持つかっていうのをね、僕は結構考えてまして、なんでね、この、でね、このね、たらって弾いたときに、この人差し指がもう1弦の、6フレットをもう押さえていると。なんで、わかります?もうこの、これを弾くと同時にもう1弦のね、移動していると。こう一緒にね、こう移動させておくと。もう次に備えるって感じですね。こういうのね、なんか僕は一応ね、意識しながらやりますと、高速でやった時にね、この癖が出ますんでね。普通にタカタタカタタカタタってやってもね、こういいんですけれどもね。このハンマリングだけでね、弾くフレーズとかになると、ちょっともうこれはね、できないんですけれども、今回ね、これピッキングがありますんでね。そういう時はね、なるべく、このね、先読みして弾くと。こういうのしておくとね。まあ普通にね、ジョイントでね、弾く。ジョイントでね、僕は弾きますよって方はね、もう別にそういうの意識しなくていいと思うんですけどもね。こんな感じでね。こんな感じでジョイントで行きますよって方はね、そんな気にしなくてもいいですけれども、このね、トン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 っていうね、こっちパターンの人。そういう時はなんか、こういう感じで弾くとね、なんかね、こう、ダガダダン、ジャンジャンってね、こう、行きやすくなると思いますんでね。これがまあ、ゆっくり弾くときに僕がね、なるべくね、気を使ってるところですかね。なんでもうほんとね、この、こう、ハンマリングでね、こう、人差し指でね、この、こうやって弾くときはね、もう、そんな予測とかできないんでね。例えばですね、ジョー・サトリアニさんのあの曲でなんかあの、この、こうやつ。こういう場合はね、人差し指でね、ちゃんと正確にリズムもね、弾かないとフレーズになりませんのでね。なんでまあ話が長くなりましたけど、何が言いたいかというと、まあ臨機応変っていうことですからね、まあいろんなフレーズをね、練習した方がいいっていうね、ことになるんですけどもね。はい。で、その次がですね、また情熱的なね、チョーキングがやってくるんですけども、またちょっと23チョーキングからいきますね。あ、で、ちょっとね、ここもね、結構溜めてね。溜めていただくって感じですね。こんな感じだとね、なんかのぺってしちゃいますんでね。なんで、ここがね。こんな感じでね、ぐん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 とね。と、まあ、こんな感じでね。情熱的にね、弾いていただく感じでね。なんでここね、ちょっともう一回、ゆっくりめに弾いておきますね。と、まあね、こんな感じでね。こっからね、フェードアウトしておりますんでね。僕はもうここでギターソロ終わりっていうね、感じなんですけどもね。なんか本当はね、その後もね、なんか。なんかこんな感じのね、フレーズが入ってたんですけどもね。なんかそこら辺からちょっともう僕は適当に弾いちゃってますけれども、こんな感じでね、私は攻略しました。とりあえずね、今回はね、もうギターマスターと言っても過言ではないですね。ガスリー・ゴーバンさんのね、フレーズをね、解説しましたが、まあ僕の動画ではね、結構テクニック的なね、ことやですね、これが弾きたいみたいなね、やつをまたね、ちょっと譜面書いて、ちょっとね、弾くみたいな感じでね、やってるんですけれども、コード進行もね、マイナーブルースのね、そんなに難しくないね、コード進行ですので、じゃんじゃんね、自分のネタにね、しちゃってね、いろいろ楽しんでみてはいいのではないかと思うんですけれども、まあ、とりあえずね、スーパーテクニックなんでね、シンプルなフレーズですけど、めちゃめちゃ速いとかね、裏からね、入ってるとかね、なんかそういうのがね、多いですので、アドリブでこれを使ってさあ弾けみたいなね、感じだとね、なかなかね、難しいですけれども、自分でね、バンドとかやったりとかですね、なんかレコーディングとかね、そういうのもらった時にですね、こういうね、ハイパーなネタをね、持っておくとですね、ゆっくり考えてね、自分で応用して弾くっていうのはね、多分できると思いますんでね、ぜひね、皆さんもね、参考にしてみてはいかがでしょうか。僕もね、まだまだ研究してですね、いろんなね、テクニック、ニュアンス等をね、学ばせてもらいたいなと思います。また何かね、テクニック的なことでね、
これわかんないよみたいなことがありましたらですね、コメントに書いていただければですね、今後の動画でね、ちょこちょこ説明していきたいと思いますんでね、今後ともね、テレアギターをよろしくお願いいたします。ということでね、収録時間がね、もうとんでもないことになりましたんで、これから編集を頑張りたいと思いますんでね、たくさん見ていただけると幸いでございます。ということでまた次回の動画でお会いいたしましょう。チャンネル登録、グッドボタン、コメント、いつもありがとうございます。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。